皆さんこんにちは、ニールセレクトショップの玉江と言います。私たちは腕時計をですね、インターネットで販売している会社になります。横浜のね、みなとみらいというところにもですね、ショップがあります。ニールというね、ショップがあって、グランドセイコーメインを取り扱ってます。このニールチャンネルではですね、皆さんにまずは新作のね、情報をご提供すると、あとはその時計の機能についてのことであるとか、また新作ではないけれどもご紹介したい時計とか、こんなんもね、紹介していったりしたいなと思っています。今日は新作です。今日は新作なんですけどね、セイコー5スポーツですね。新しくリニューアルしてローンチされて、もう3年4年5年ぐらいになるかな。様々なね、斬新なデザインとか、それからいろんなね、アーティストとかスポーツ選手とかとコラボして、いろんなデザインの時計をね、出してきてますね。機械式時計なんですけれども、めちゃ安いと。まあ機械式時計の、まあ、エントリーシリーズというかね、ぜひ一度機械式時計の魅力を知っておこないたいというね、そういうまあ位置づけになるのかな。スケボーの堀米選手とかともコラボレートしてましてですね、特に若い方におすすめしたい機械式時計になってますね。5スポーツの中でも今回スポーツスタイルね、スポーツスタイルということでフィールドウォッチですね、見てわかるようにね、どちらドレッシーな感じというよりはスポーツスタイルですね。でフィールドウォッチの中でも今回サイズ変更なんですよ。今まで 39mm あったケースサイズが今回 36mm になったんですね。これがまあ今熱いケースサイズですね。 36mm、 まあほぼほぼもうボーイズぐらいのサイズ感になるんですけれども、女性でも全然つけて大丈夫なサイズ感になりました。 36mm といえばね。でメンズがつけるとやっぱちょっと小ぶりな感じで今風なんですよね。これが今風です。だから今のファッションね、オフィスでももう今何やろ、カジュアルなね、スタイルがすごくメインになってきてるのかなと思いますけれども、そんなところでもしっかり使えるし、ちょっと今はもうごっつい時計よりもちょっと小さなサイズで薄めでという軽いね、アクティブに動きやすい軽い時計っていうのはすごく流行ってるので、そのトレンドにのっとった感じですね。私もね、まあ、流行りにすごくこう振り回されてるんで、人生ごっつい時計流行った時はごっつい時計かっこいいな思ってましたし、今はね、薄くて小さい時計が流行ってるんで、やっぱこういうの見ると、ええなって、ええサイズやなって思いますね。一番右のこのね、緑のね、デザインの分が、フィールドウォッチの中でもスーツスタイル。だからオフィスでぜひ使ったらどうかなっていうデザインになってますね。これだけレザーバンド。あとはナイロンと、これはメタルバンドですね。今回まあ 36mm ということで、ケースサイズちょっとね、39から36にちっちゃくなったんやけど、リューズのね、大きさだけは 39mm の時と変えてないんですよ。同じパーツ使ってるんですね。だから、どちらかというと、ちょっとこう、ギア感が、高まったというか、ケースに対してリューズがちょっとごつくなるんで、よりミリタリーっぽくなったっていうかね、そんな感じでデザイン面も若干見た目が変わった感じになりますね。まあそんなところも含めてですね、一緒にちょっと詳細をね、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ではですね、詳細見ていきましょうか。こちらがブラックダイヤルのですね、SBSA197 という品番になりますね。インデックスのフォントがもう、やっぱり視認性高めるためにね、アラビア数字使ってますけれども、これがもうフィールドウォッチらしいデザインですね、すでに。それから、自噴針もね、フィールドウォッチらしいデザインの自噴針になってます。で、申し上げましたけれども、36.4mm なんですね、このケースサイズが。で、リューズがちょっとなんか大きめに見えるっていう感じ。さっきちょっとご説明しましたけど、リューズのサイズ変わってないので、ちょっと大きめに見えるところが、若干ミリタリーっぽいなっていうところですね。厚みね、12.5 です。39.4mm の、もともと現行であるスポーツシリーズの同じデザインのやつは、厚み 13.2 なので、ちっちゃくなったし薄くなったというところですね。まあちょっとリューズがケースに対してちょっと大きくなるってことで、フィールドウォッチらしい印象になってますね。このインデックスのね、中にね、24時間の表記もありますね。5スポーツらしくデイデイとなってますね。装着するとこんな感じになりますね。まあ定番のカラーリングなんで、シルバーのケースの中にブラックのダイヤルね。この大きさの感じ分かってもらえますかね。私腕のサイズ 16.5cm ですけども、ちょっと小ぶりに見えていい感じじゃないですか。若干ボーイズサイズぐらいの感じになりますけども、主張しすぎず、それでいてね、日常使いにすごく使いやすいサイズ感かなと思います。はい。こちらももうド定番のカラーリングって言ったらもう怒られるか。フィールドウォッチといえばこのベージュのカラーね、タンっていうカラーでもありますけれども、同じカラーリングのバンドがついてると使いやすいカラーリングやと思いますよ。
シンプルなデザインの中にね、きちんとルミブライト塗布されてるんで、暗闇でもすごく見やすいですしね、機械式時計のエントリーとしてね、すごく使い勝手いいんじゃないかなと思いますね。やっぱアウトドアね、こういうカラーリングがすごく合うかなと。今日のね、このグレーのね、ニットがあんまり覆ってないんですいません。腕まくりしようか、覆ってへんもん、まあ、こういう感じです。あ、印象変わったフィールドウォッチですね。フィールドウォッチらしいフィールドウォッチ、そしてこの 36mm のサイズ感が抜群にいいというところですね。はい、続いてこちらがですね、 SBSA201 ですね。ナイロンベルトで結構軽く仕上がってますね。ケースがね、こうマットな仕上げになってるのもフィールドウォッチらしくていいですね。使い勝手が良さそうです。今回はですね、インデックスのフォントは一緒なんですけれども、ちょっとこう先ほどのブラックのこっちとはねちょっと違っていてですね、ちょっと劣化したような風合いがあって、これがまたね雰囲気ありますよね。フィールドウォッチの雰囲気がすごく出てくる、若干ベージュ色やけれどもアンティークな感じのカラーリングになりますね。でそれに合わせて自分身のね、このルミブライトも同じようなカラーリングにして合わせてますね。バンドもちょっとカーキカラー、フィールドウォッチっぽいカラーリングになってます。いいですね。なんかすごく使い勝手が良さそうな時計に仕上がってますね。装着するとこんな感じですね。ナイロンのねストラップがすごく軽くてフィット感がいいので、つけ心地がすごくいいですね。でケースね、ステンレスなんですけれども、バンドがこのナイロンになることで全然重さ感じないし、パッとつけてパッと出かけれるような、そんな感じのね軽い感じのデザインになってていいですね。ブラックの文字盤なんですけど、先ほど申し上げたようなね、このベージュのカラーリングのインデックスがすごく味が出てていいと思います。はい、こちらがですね SBSA203 ですね。ちょっとね他のものと文字盤のデザインもちゃうんですよ。見てください、 36mm 全く一緒なんですけども、あとケースもね、このモデルだけ鏡面仕上げなんですよね。ちょっとちゃいますでしょ。でグリーンのねカラーリングはほんま今大流行りのカラーリングなんで、すごくいいと思います。光の入る加減によってね、若干表情を変えるところもいいですよね。これはなかなか秀逸なデザインになっちゃうかなと思いますけど、スーツとか綺麗めのね、カジュアルなスタイルにめちゃめちゃ合うんちゃうかなと思ってますね。これすごく綺麗。まあ同じフィールドウォッチって言ってええんかというね、なんかそんな感じありますけど、ちょっとちゃうやんけっていうところありますけど、まあグルーピングとしてはここ一緒に入ってますけど、 36mm なんでね、今回ご紹介させてもらってますけども、まあこれはアウトドア、こっちはね、でこっちはまあスーツスタイルっていう感じで考えてもらったらどうかなと思います。綺麗なデザインですね。はい、つけるとこんな感じになりますね。綺麗めのジャケパンのスタイルとかに本当にこれバッチリですね。緑色、グリーンカラーがね今トレンドなんで、ぜひぜひお試しいただきたいですね。レザーバンドもこのブラウンのレザーとね、グリーンの文字盤がぴったりフィットしてますし、これは本当にいいバランスのいいね出来栄えの時計やなと思います。 36mm やしね、ご検討ください。はい、いかがだったでしょうか。5スポーツの新作ミッドサイズですね。ケース径が 36mm になって、よりアクティブにね使いやすくなったモデルとなっております。お値段ですね、お値段紹介しておきますけれども、ニールでは特別プライスとしてこれを3万800円税込みで販売させてもらっております。もう3万円ですよ、3万円で手に入る機械式腕時計。ぜひね、機械式の腕時計初めて買うぞっていう方とか、まあ、もちろん2本目3本目アクティブにねガンガン使える、そういうフィールドウォッチになってますんで、2本目3本目の全然いいんですけど、ぜひ機械式の時計の魅力を知っていただくためにご紹介していきたいなと思っているモデルですので、よろしくお願いします。お時計のね詳細につきましては概要欄にリンク貼っておきますので、またそちらからご確認ください。こちらのお時計、もしくはセイコー5スポーツ、もしくはそれ以外のことでもですね、何かご質問とかご感想とかございましたら、コメント欄にお書き込みください。チャンネル登録とね、高評価ボタンもぜひお願いしたいなと思っております。このニールチャンネルね、1万人なんとか登録者数作ろうということで頑張ってますんで、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今回もですね最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。品番スポーツスタイルミッドサイズ。